語る女です今回のニュースはこちら AKB 総監督、向井智美音が謝罪、裏切ることが起きてしまい、恋愛禁止について考え直す時代が来た。オリコンニュースよりアイドルグループ AKB48 の総監督、向井智美音24歳が20日、自身の Twitter を更新、恋愛禁止について言及した。ということで、まあ、総監督というポジションなので AKB のメンバーが文春オンラインで 交際をすっぱ抜かれたのでそこに関ししてて謝罪してでももう恋愛禁止とか言ってる時代じゃないんじゃないのかと発言したと運営と相談するよと。でですねこれはまあ時代は関係ない気がします。そして AKB に関してはまあ秋元さんがですねそもそも恋愛禁止とは言ってないっていうのをまあ10年ぐらい前に言ってた気がするんですけど、まあ、ただ恋愛禁止ではないけれどもそのアイドル活動に夢中になってたら恋愛なんかしている時間はないだろうと。 本気でやってたらっていうようなことを言ってましたね。で、その考えはもしかしたら変わったのかもしれないですけど、変わってないんじゃないですかね。えー、当然そのプロデューサー目線からすると、そのまあ、秋元さんのこと。多少私は知ってるんですけど、あの私の音楽仲間が関わったりしたりして、あの自分の形に人を当てはめたい人だと思うんで、基本的にね。だから恋愛していろんないい経験をすることによって。 よりい,いアイドルになるっていう考え方もあると思うんですけどそういうタイプの人じゃないと思うんですよねあの全くないわけじゃないですよ多少はあると思うんですけど、まあ、基本的には自分の考えたところに収めていくタイプの人だと思うんでということで変わってないんじゃないかなと思いますそんでもってあのアイドルに対して疑似恋愛的なことをしたいっていう人も昔から一定数いてそれも変わってないんじゃないかなと私は思います それってあああなたのの感想ででですすす。よね、ではあるんですけど、確信めいたものもありますだから時代は関係ないんじゃないかなと。でですねあの語る女装家私がですね、まあ、あの女性アイドルにも男性アイドルにもですねほとんど興味がないもので興味がなさすぎてちょっとあの周りとなじめずに興味があるふりをしていたという変人なのでなかなかわからないんですけどとりあえずあのもう恋愛禁止とか恋愛を隠すとかそういう時代じゃないだろう でやるのはいいと思うんですけど、そしたらさっき言った昔からいる一定数の疑似恋愛をしたいアイドルファンの人たちはまあ大半離れていくんじゃないですかね。もちろん残る人もいると思いますよ。でその残る人たちと残る人たちを支えにアイドル活動をやっていく方向になるのはなので全然いいと思うんですけど、今までと同じように日本アイドルというものを存続しつつも恋愛は普通に公表していきますっていうのは成り立たないと思います。ということでこの動画を見ている方はどう感じたでしょうか。 コメントお願いします。チャンネル登録もお願いします。また次の動画で会いましょう。